はい、どうも、ケンです。いつも私の動画を見てくださり誠にありがとうございます。というわけでですね、今日はね、セラピストとして、成功するためにはっていうね、お話をしていこうと思います。僕がセラピストとして成功してるか成功してないかはですね、別にしておいて、僕が今やってることって言えば、セラピストさん向けの情報発信ですよね。YouTube では、マッサージのやり方、指圧のやり方っていうのをね、自分で解説して、で、その解説動画を載せている、そういうのをね、ずっと昔からやってるんですけども、これ何のためにやってるかというと、僕の、なんていうのかな、お客様としているターゲット層というか、僕がやってるので、すごくニッチなね、分野のことをやってる。それはニッチ産業っていうかな、なんつうのかな。そんなにマスじゃないんですよね。大きい、全体的に、もう全世界の人たちにお届けしますよっていうね、ニュース番組みたいな、そういうふうな、なんていうかね、感じじゃなくて、もう本当にセラピストさん向け、セラピストさん向けっていうのも、すごくニッチな感じでね、なんていうかな、そんなに多くの人にはね、必要ない情報だったりする。だからセラピスト向けってやってるんですけどね。で、セラピストさん向けの中でも、そのセラピストさんの中でも、いろんなセラピストさんいますよね。すべて、なんていうかな、治療系、医療系の人、医療の人は、医者は別として、治療系の人ね、東洋医学の先生もそうだし、例えば、なんだろうな、整体の人とかね、あとは、いろんなそのエステの人とか、いろんな、全体含めてセラピストだとすると、僕がターゲットとしているっていうか、届けていきたい、自分のその情報を届けていきたいというターゲット層っていうのは、リラクゼーションセラピストで、この道、大体、まだ入ったばっかとか、1年未満とか。それ以上でもいいんだけど、とにかくこの業界に入ってて、どういう仕事っていうの、どういうお仕事の人かというと、もうリラクゼーション関係ですね。リラクゼーション、わかりやすく言うと、リラクルとかね、ああいうところの、いわゆる、そういう、本当に街のね、ホットステーションじゃないけど、凝ったな、楽になりたいな、ちょっとも、あの、揉んでほしいなっていう時に、軽くね、軽くっていうか、行きやすい場所、間口が広くて行きやすい場所、治療院とかでなかなか行きにくいんだけど、そういう行きやすいとこっていうね、感じ、そういうところで働いていらっしゃる方、で、自分、ご自身の主義に悩んでる方、で、やっぱりね、リラクゼーションの現場って言ってもね、普通にもみもみのマッサージはもちろん気持ちいいんだけど、もみもみのっていうか、ほぐすっていうのもね、気持ちいいんだけど、やっぱりね、日本人の多くが求めているっていうか、主義っていうのが、やっぱ指圧なんですよね、指圧。指でね、圧をね、入れて、で、効かせどころとか、ツボとかを刺激して、その効いたら、ああ、そこそこっていう、この効かされ感ですよね。それを味わいたいと。刺激がやっぱ欲しいんですよ。ね。で、その刺激を与えるための手技が、指圧だったりだとか、ツボを捉えるっていう、ことになってくるんだけど、それがね、あんまりというか、ちゃんとできてる人っていうのが少ないんですよね。あとは、指圧における、視察においてね、やっぱ押せばいいんだっていうか、力で押せばいいんだっていうやり方でね、やってて、それで体壊してるセラピストさんとか、苦しい状態でお仕事をしてる人っていうのは結構、いてですね。だからそういう方向けにもっと楽にやる方法あるんだよとね、今のそのね、手押しとか力押しとかでやってる、その苦しいままでやるよりも、ね、楽に、もう本当体揺らしてるだけでもう圧が入るね、その体幹圧でやるんだよみたいな、そういうとにかく楽にやる方法あるんだよ、それを知ってほしい。そうすることによって、今よりももっとお客さんにも喜ばれるしね、聞かせるね、技を覚えてお客さんにも喜ばれるし、あとは、なおかつ、楽に自分の体も使えるようになって、ね、一日の疲労感もね、ぐっと抑えられるようになるし、長くセラピストとして活動できるようになりますよ、活躍できますよっていうね。本当に間違ったやり方してると、本当に指も壊すし、あとは体も壊すし、もう心も壊れていくんですよね、この仕事ってね。やっぱ苦しみの中でやってると、やっぱ人間っていうのはやっぱ心も疲弊してくるので、だからそういった感じで、僕はセラピストさん向けのとにかく楽にやる方法ね、そういうのをお伝えします。で、今回ね、何が言いたいかというとですね、多くのセラピストさんって、多くのセラピストさんに僕が言いたいのは、情報発信をね、してほしいなっていうふうにね、思います。情報発信ね、私別に人に何かね、伝えることとか、話すようなことなんてね、ありませんとかっていうふうにね、多くの人はね、思われるかもしれないんですけども、これがまたね、そんなことは全然なくてですね、
僕はまあこの道も結構長く、まあ、この業界でもね、ちゃんとプレイヤーでこうやってた時期もあったし、あとは人を使ってこうね、人を使ってって言い方あれですけどもね、来ていただいてですね、お店をやってですね、まあそういうお店の運営みたいなこともやってましたしね、それこそ、まあ人を管理する立場でね、まあ、僕はあまりうまくいきませんでしたけど、まあ、そういうこともね、経験して今があると。もう僕は今もう一人でね、やってるんですけども、まあね、主に講座業やってますよね。で、まあ僕は鍼灸指圧はまあマッサージ師のまあ一応免許っていうかね、資格持ってて、その元のそのまあ有資格者という目線から、まあやっぱり、治療科云々ね、治療科いいんだよとか、まあ、ついつい治療科というか、その有資格者の方っていうのは、こうね、まあ、とかく、こう、まあ、今ではそんなことないと思うんだけど、昔は結構ね、なんかね、有資格者、無資格者問題みたいなやつがあってね、なんか、そういう、こう、なんていうのかな、摩擦が結構あったんですけども、僕はやっぱりね、治療科でやりながら、ね、有資格者でありながら、やっぱりね、本当に医療のフロントっていうのは、リラクゼーションだなって本当に思うんですよね、これは。これはもう昔から僕が言葉にして言ってるので、まあね、まあ、知っていただいてる方はね、わかると思うんですけども、人ってね、いきなり病気になるわけじゃないんですよね。やっぱりこう、心疲れてたりだとか、体が疲れてとか、それがだんだん積もってね、ある日突然そのね、溜まってた水にね、こう、み、あの水がこうね、コップの水がこう溢れてしまうかのように、まだね、こう、コップの、下の方にまだ溜まってるぐらいだったらね、こう抜き取ればね、いいんだけど、それがずっと少しずつ溜まってってね、やっぱだからどんな病気も、本当に心とこの、まあ、心のね、心身の疲れから始まってるので、だからもう本当、病気のものの種って本当ちっちゃいと思うんですよね。だからそんな小さいうち、まだ自分が健康でちょっと疲れてるな、なんかしんどいなっていう、そういう、まだその未病のうちに、その芽をね、摘み取るというか、それをもっとね、こう、なんていうかな、きれいにしていく、取り去るっていうのが大事かなと思って。で、人って病気になったら病院行くじゃないですかね。で、治療しなきゃいけないような状態になったら、まあ、治療科のもとにも行ったりとかするんだろうけども、まあ、中にはね、医者にかかって、家の医西洋医学ではなかなかうまくいかなくて、ね、ただ薬出されて終わりって、ね、ちょっと様子見ましょうで終わってしまったところを、ね、治療科の先生のところに行くみたいなね、そういう、まあ、そういうルートっていうのもあると思うし、ね、あると思うんですけども、本当に肩が凝った、とか腰が疲れてるとかね、なんかこう、最近だるいなとかな、体重いなとかね、そういう人っていきなり病院には行かないわけなんですよ。ね。まあ、多くの人は、まあ、これも人によるんだろうけども、やっぱ、疲れたな、肩凝ったなと腰つらいなっていう、そういうね、本当に疲労って、なんかこう、なんかちょっとマッサージ行こうかなとかね、リラックスしたいなとか、まあとにかく楽になりたいなんで、ね、リラックスしたいなっていうのがやっぱこう気持ちじゃないですか。で、そういう時に行くとこっていうのは、やっぱりその街中にあるね、駅前にあるようなこうね、リラクゼーションとかマッサージとかね、ほぐしとかね、そういう店にね、やっぱ多くの人行くと思うんですよね。で、そこで、自分のその、疲れてるところをね、癒してもらってとかね、何かこう、自分、っていう存在をちゃんと扱ってもらうというか、大切にこう、ね、体からね、こう受けるこの癒しっていうか、人の手から受ける癒しってのは、本当すごいパワーがあるんで、だからね、本当それで治ってしまう場合もあるんですよ、心のね、なんかこう、なんか会社でいろいろあったりとか、人間関係悩んで出てね、それで人のこのね、タッチによるね、癒しと、まあ、そのほぐしとかね、なんかこう沈んでたのが、ね、体が楽になることによって、心もやっぱ楽になるっていう作用もあって、それで結構救われるっていうのもあるんですよね。だから僕はやっぱりリラクゼーションのマッサージこそが医療のフロントだなと思ってね、そこで本当に病の芽をこう摘んでおくっていうか、楽にするってことが本当に大切なことだなと思うんですよ。で、だからこそ、リラクゼーションの現場で働いてる人たちに、もっともっとね、楽しんでセラピストをしてほしいし、もっと体を楽にね、楽に使って、もっと自然体でね、脱力して、それでこう効果を出して、で、お客様にも感謝されて、で、自分も嬉しいね。それでお金もいただけるってね、報酬も得られるって。それが一番いいんじゃないかなと思う。で、まあ、なぜ情報発信してくださいっていうのは、せっかくセラピスト、この道でセラピストになってですね、こう人をね、救うね、本当尊いお仕事してるんで、お仕事してる人の、その目線で何か情報を発信してほしいなと思うんですよね。
で、何を発信してほしいかっていうのはね、まあ、それぞれの、立ち位置というか、それぞれの今のレベルので発信すればいいということなんですよね。なぜかというと、もっと人ってね、多くの人はこう思うんですよ。もっと自分はもっとできるようになってからとか、もっと人に何かものを話せるようになってからとか、もっと指名がつくようになってからとか、もっと稼げるようになってからとか、もっとこの、なんていうかな、キャリア積んでからとかね、そうしてすごくね、できる人になってからやるんだよみたいな感じに、思う方多いと思うんですけども、そうじゃなくてもね、全然いいわけですよね。別に何かこう対価にならなくてもね、そういうマスターにならなくても、今まさにその頑張ってる途中の自分のその、なんていうかね、本当に等身大のそういう自分の情報を届けるっていうのも全然いいんですよね。例えばセラピストになってまだ1年ね、まあもう1年経った、私今の現状こういう感じでこうですとかね、この間こういう勉強会に行ってこういうことを受けてきて、こういう風な主義をできるようになったとかね、そういうのも別に紹介するだけでもね、全然いいと思うんですよね。あとは何だろうな、その自分がそう成長していく過程っていうのを発信するっていうのもありだと思います。でね、情報発信ってね、いきなり情報発信したからって人に見てもらえるわけでもないし、まあこれもコツがあるんだけど、やっぱりね、効果が出る、その情報発信した効果が出て、それがお金に変わるっていうのは、結構やっぱ時間というかタイムラグがあるんですよね。まあ長く見て、本当に1年ぐらいのスパンで考えた方がいいかなっていうかね、ふうに思います。やっぱり人、情報発信する上で、僕はこうやってね、自分の思いとかを、まあ、そんな喋りはうまいわけじゃないけど、こうやってまあ伝えるっていうか、伝えることができる、まあそれができる、こう行動に移せるっていうこのマインドがあるからできてるんだけど、やっぱなかなか最初は難しいですよ。やっぱ構えちゃうし、何喋ったらいいか分かんないし、どういうふうに表情を作ったらいいか分かんないしとか、そうやっていろいろ考えるわけですよね。やっぱ恥ずかしいしとか何か、いろんな雑念が入ってくるんで、煩悩とか雑念が入ってくるんで、なかなか難しいんですけども、ただ本当に自分がこういう人に対して、こういう思いをね、かつての自分同じように思ってる、悩みを持ってる人に対して、何かをこう伝えていきたいなとか、ね、知ってほしいんだとか、そういう人の少しのためになってほしい、ね、楽になってほしいっていう気持ちがあれば、そういう、そこに一人の人がいると思って、こうやってね、動画も撮って、発信すればいいんです。そこで見ているあなたのために、あなたに知ってほしいから僕はやってるんですよっていうスタンスでやればいいんですけども、まあこれもね、訓練というかトレーニングなんですよね。なかなか一朝一夕ではいかないので、だから長く続けて自分のものにする、もう本当に呼吸がするかのごとくこうやってね、動画はね、撮って配信できるようになるっていうのがやっぱ大切になってくると、なってくるんですよね。情報発信、ブログとかもそうだし、メルマガとかね、動画もそうだけどね。で、まあ、何が言いたいかというとですね、まあ、情報発信する、まあ、世の中の、ちょっと僕の話が結構飛ぶんでね、申し訳ないんですけども、なんだろうな、お金に代わるものっていうのは、やっぱりね、人が、面倒だと思うことをね、代わりに、してあげること、まあ、世の中のね、ジョブね、仕事というものがね、大体2つしかないんですよ。仕事と言われて、仕事で、仕事というものを、それで、そういうことによってお金を得られるっていうのは、2つ種類のものね、ちょっと説明が下手ですけども、まあ、人が面倒だと思うことを代わりにやるっていうことですね。例えば、タクシーの運転手さんとか、あと、まあ、お店の料理、コックさんとかね、飲食店もそうですけども、まあ、マッサージもそうですよね。自分でできない、美味しい料理食べたいな、でも自分では作れない。だから、美味しい料理作れる、ね、国産のところに行って、そこでご飯を食べる、ね。自分がやりたいと思ってもできない人を、ね、面倒だと思うことを代わりに人にやってもらって、その人のスキルとかを、ね、使ってやってもらって、それをその恩恵を受けると。でマッサージもそうですよね。自分でこう揉んでこうやってやることもできるけど、やっぱ人の手にちゃんとした、技術を持ってて、慣れてる人っていうか、ちゃんとプロにね、やってもらうからこそ、人の手によってリラックスできる気持ちで楽になるっていうのがあるじゃないですか。ね、タクシーの運転手さんもそうですね、車持ってない人は車で移動したい、ね、電車とか嫌だから車で移動したいっていう人に、ね、時間短縮したいんだとか、ね、電車とか、バスだとかそういうところではこう人がいっぱいいるし、なんか落ち着けないからとかね、まあ、例えば時間を買うとかっていうのも、まあ、いいけど、何かそのバリューという価値があるから、それをね、その恩恵を受けるためにこう、タクシーに乗るんだみたいな、まあいろいろとあるわけじゃないですか。要はその自分がやろうと思ってもできないことを人に代わりにやってもらうと。で、あともう一つはですね、悩み解決なんですね。悩みを解決ね。人が、ね、何か悩んでる、ね、仕事のこととか、まあ、恋愛のこととか、家庭環境のこととか、
まあ、体、心身、ね、体に対することだとか、まあ、いろんな悩みあるじゃないですか、人間ってね。その悩みを解決するための方法を教えてあげるというか、まあ、コンサルすると、コンサルタントとかね、例えばなんかその、なんかその解決するための何か方法を教えるとか、まあ、何かその解決方法ですよね。例えばその、まあ、悩みというか、まあ、ダイエットしたい人の悩みで、まあ、そういうトレーナーだったりとかね、その悩み解決だったり、まあ、いろいろそういう、ね、世の中いっぱいあるじゃないですか、ね。まあ、そういう感じに なってるんで、だからもう本当に情報発信するときに、気をつけてというか、意識してやるのは、その悩み解決ですね。自分のターゲットとする人、ね、こういう人たちの、こういう人の力になりたいな、その人が悩んでることはこうだろうな、それに対してはこうするといいよっていう、そういう感じで、で、あとかつての自分はこういうことで悩んでたけど、こういうふうに乗り越えたよとか、今まさに乗り越えてようとしているとこだよとかね、こういう面白い記事見つけたよとか、こういう面白い方法あるよとかね、そういうことでもいいと思うんですけども、とにかくまあ発信していくというか、人に何か話せるものを喋る、こう伝えるという能力をやっぱね、鍛えていくことが大切ですよっていうことなんですよね。なので、ね、これはもうやり続けるしかないんですよね。本当に最初もね、顔とかね、名前もね、ペンネームみたいな、なんかそういう風でもいいので、とにかくブログとか何でも、まあ誰も最初は見てないですけども、やっぱりやっていくっていうのが大事で、今だったらまあ Facebook とか SNS とかね、ああいうもので、とにかくなんか自分のその日常でも何でもいいし、何か思ったことでもいいから、恥ずかしがらずにですね、自分はこう思ったよっていうのをね、自分の等身大の思いでこう発信するっていうことがね、をやってみたらいい、やってみることが大切かなっていうふうにね、思います。はい、まあ今日はですね、まあセラピストさん向けの、まあ、情報発信ね、のやり方というか、情報発信するための心得というか、まあそういうね、こういうマインドでやってみたらいかがですかっていうね、お話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございます。はい。まあ、この動画がね、良ければですね、ぜひグッドボタンね、押していただければなというふうに思います。はい。で、あと、まあ、コメントもね、お待ちしておりますので、ぜひですね、一言でもいいで何かコメントしてもらえると、非常に励みになります。で、あとですね、チャンネル登録はね、まだお済みでない方は、ぜひね、チャンネル登録ね、していっていただければなというふうに思います。この辺に多分なんか出てると、マークが出てると思うんでね。はい。というわけでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。